じゃあでは次のコーナーに行きたいと思います。はい、何でしょう。はい、次はですね、はい、皆さんお待ちかねのブログで有名な猫ちゃんのコーナーです。はい、毎回ブログで有名な猫ちゃんを紹介していますが、うん、今回はタマの玉手箱を紹介したいと思います。タマファンの方もね、多分チャットに今入ってくださってると思いますので、うんうん、目いっぱい盛り上げてください。それでは VTR どうぞ。猫ブログタマの玉手箱、今回は個性豊かなゴニャンズをピックアップ。チョコ、キララ、プーにププ、そして真っ白のタマの計5匹のニャンコたち。5匹のギュギュギュッと詰まったドダバダ猫ライフに密着です。レミミの男の子、真っ白い姿から日本一有名な猫の名前をいただきました。普段はとってもおとなしいですが、時々ストーカーに変身します。とにかく運動神経がなく、ジャンプするにも一苦労。ちょっと気を抜くと、この通り。そんなタマが足毛に通うのがこの肘掛けバー。堂々としたその姿はまるでおっさんそのもの。生後6ヶ月にはこの肘掛けスタイルを身につけていました。スコティッシュフォールド、立ち耳の女の子。特技は安定感のある二足立ち。嫌いなものはお風呂と男の人。とても勝ち気で猫らしいツンデレタイプ。何でもよく食べる元気な女の子です。レディーとは思えないほど活発で、女子猫界のアスリート目指して毎日猛特訓しています。そんなタマとププも実は最初からうまくいったわけではありませんでした。タマを飼い始めてから1年、そろそろタマにもお友達を作ってあげようとププを迎え入れました。同じ猫同士、すぐに仲良くなるだろうと思っていたら、これが大間違い。あんなに甘えん坊だったタマがププを怖がって引きこもるようになってしまったのです。悩んでいた飼い主に、徹底して先住猫を優先するようにとアドバイスが。すると目に見えてタマの様子が変わってきたのです。今では
タマはププが大好き。日々ストーカー行為を繰り返し猛烈アピールしてるのですが、その思い全くププに届かず、しかし諦めずにタマはププにラブコールを送ります。その後もクリクリおめめのキララ、ママのことが大好きな黒猫のクー、そして2009年に新入りしたチョコが家族に。気づけば猫5匹の立派な多頭飼いになっていました。一匹でも可愛いけど、仲間がいればもっと楽しい。多頭飼いの悩み、苦労、いろいろ乗り越えて猫も人間も成長しました。同じ部屋で一緒にいることが多いタマ、ププ、キララ、クー、チョコの5匹。幸せがぎゅっと詰まった空間は一瞬一瞬が宝物です。そんな大人気ブログタマの玉手箱が2010年に書籍化。恋する片思い王子タマ、女相撲ナンバーワンのププ、性格美人キララと超甘えん坊の黒猫クー、子猫チョコも仲間入りしたタマ一家。多頭飼いの苦労や喜びがいっぱい詰まった一冊です。タマの玉手箱は幻冬舎より絶賛発売中です。いかがだったでしょうか。ぜひブログ、はい、玉の玉手箱にもアクセスしてみてください。そしてこちらが、ね、玉の玉手箱の写真集、現物になります。はい、
この写真いいね。この写真いいね。この写真いいね。片思い王子が殿みたいな話になってます。バカ殿みたいになっちゃってるけどね。顔白いしね。ね、可愛かったね。ね、可愛い。やっぱりあの多頭飼いをね、あの迷われてる方はぜひおすすめの一冊です。うん。結構参考になることが多いので、やっぱこう1匹から2匹、2匹から3匹っていうのはハードルがね高いと思いますが、そうですよね、きっとね、うん、苦労も多いけど喜びも倍になります。そして今チャットの方に、飼い主のちかさんかな、入ってくれてますね。はい、ありがとうございました。で、あとたまの玉手箱ファンの方もね、たくさん入ってくださってありがとうございます。みんな可愛かったね。可愛かったね。なんかタマが特にすごかったね。すごかったね。本当好きなんだね。なんかね、プにね片思いしててね。あとあの運動神経のなさが可愛い。落ちたーってね、本当にブログの方も楽しいのでね、はい、こちらのブログにもぜひ皆さんアクセスしてみてください。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、あ、うちの猫を触りつつ見てましたとそうですよね、触りたくなっちゃうよね。猫飼ってる方多いでしょうね、うん。